ロブビーという自社製品でして、温湿度照度データロガーを、まあ、開発して売っていこうとした時にですね、約3年ほぼ売れなかったという状態が続きまして、非常にまあ苦労してたわけなんですね。自信みんな持ってたんですね、開発のメンバーとか。それでも全く売れなかったんですね。社長がデジタルマーケティングっていうようなお話があって、リスティング広告を打ち出したんですね。広告を打ち出してからちょっとずつ問い合わせも増えてきて、それまで月 1,2 件あったぐらいだったんですけども、月20件ぐらい来だしたんですね。売りが前年比で 580% とか、当初からだと随分上がってきましたね。最初はまあ半信半疑な部分があって、本当に結果がついてくるのかなという。でも徐々にクリック数と問い合わせ件数が受注につながって販売につながっていくというのは如実に見えてきたんですね。みんなが社長の言う通りやっていうふうに納得してくれたと思います。小さい規模の会社ですと、大きな費用をかけて広告を打つということもなかなかできないですし、かといってうちのようにそのニッチな技術というのを探されている方も探すのに一苦労というかその点でやっぱり少額からでも始められる Google 広告っていうのは、私たちのような会社を探しているお客さんとっていうのを結びつける上ですごい費用対効果を見ると絶大じゃないかなとは感じてますね。自信持ったものづくりをやってるところが、もっともっとその自信持った商品を日本中にっていうのは、持ってた世界中に知ってもらう、それってすごい喜びだと思うんですよね。今回のこの感染症の影響でですね、この先多分世の中がガラッと変わると思うんですね。 IT であったり AI であったり、そういうものを使っていって発展させていってですね、先進工場みたいなところになっていきたいなというふうに思っています。